NG メイク。あなたにはなぜかメイクが垢抜けないと感じたことはありませんか？この動画ではガルちゃんみんの NG メイクをまとめてご紹介します。とりあえず眉毛は重要。細めの上がり眉が好きだけど、今の流行りは太めの平行だもんね。そもそも抜きすぎて眉毛生えてこないから、眉山剃ってないところ描いてってすごく不自然になってしまう。釣り上がった細眉は古く見える。眉毛の細さと角度って本当に大切だよね。ナチュラルが流行りなので、自然な角度のアーチ眉がいいよ。でも眉毛って生まれ持った形があると思うから、そこからあまりに逸脱すると変だよ。私はやや細眉を自分的ベストと感じていて、それを貫いてる。芸能人で言えば篠原涼子さんとか、流行りに左右されずに綺麗で自然な太眉にしていて大正解だよね。今の流行りと自分の好みだとこのくらい自然な感じがいいな。よくよく見ると自眉は途中で切れてるのね。ナチュラルなアイメイクだけどしっかり作り込んでるよね。すごく自然なのに綺麗。肌の色とぴったりトーンを合わせたアイカラーを選ぶことがポイントかな。主張しすぎてなくてとってもいい。青いアイシャドウやラメがすごいメイクは申し訳ないけど古いとしか思えない。ブルー系のメイクは確かに古いかも。これは青というより真っ黒な囲みラインとひじきまつげが古く感じる。懐かしい。目頭の白ラインに粘膜ラインがっつり。古いかもしれないけど、このアイメイクが似合ってる女性がいたら、うわー素敵だって思うわ。夏の暑い時期はブラウン系よりブルー系を使いたい気持ちになる。青のアイメイクが流行り廃り流行り廃りしてるのを見てきたので、今古いと思ってるメイクでも数年後にはまた流行ってるかもしれない。伊藤美咲さんだったかな、夏の化粧品のポスターが素敵だった。似合うならブルー系のアイメイク素敵だよ。私ビセのこのアイシャドウ愛用してるけど結構女受けするよ。行く先々で褒められる。これをアイラインみたいに引いて目尻に青みピンクのアイシャドウをのせるとええ感じになる。そもそもメーカーが今もこの色出してるってことは青も使いなはれやってことやん。綺麗な色ですね。きっとお顔に合った色で塗り方が上手なんだと思う。似合わない人が使ったり、まぶた全体に塗ってグラデしたり、青系だけでまとめたり、そういうのが古く見えるはず。ブルーのアイシャドウはよく古いメイクの代表みたいに言われるけど、ディオールのブルーベルベットとかスックの洞爺湖みたいにデパコスでもブルー系の限定が出たら結構話題になるし、今風の色合わせで使えばそんなに古く感じない気がします。ラメ使ったアイシャドウもちょっと前から多くない？エトビスの新色買ったけどキラキラだったよ。塗り方が違うと思う。昔はアイホールを横にグラデーションしたけど、最近は黒目の上に縦方向にのせるだけ。そうだね、目頭や涙袋にちょんとのせたりしてるね。ラメは流行ってると思う。ラメやパールは普通にアイメイクに使いたいよ。ラメの大きさとかまぶたにのっける範囲の問題だよね。最近バズったルナソルのアイシャドウは色というより繊細な小粒ラメが受けたんだと思うし、ルナソルはテクスチャーが良くて粒子も肌に馴染んで上品だから好き。つけま、まつえく、まつぱ、まついくって流れだよね。まついくって長くなるの？多くなるの？私は長くなったし増えたよ。下まつげはやっぱダメかと思ってたけど、1年くらい続けてたら増えたし少し長くなった。ラッシュアディクト使ったらめちゃくちゃ伸びたよ。つけまはまた流行りだしてるみたいね。ベージュっぽいリップは古く感じるな。昔のベージュは今と違ってパールが効いてた。あとリップライナーと合わせてた。しかも血色をベージュのコンシーラーで消してからのマットベージュの口紅。マックの濃いベージュのリップペンシルで縁取って、薄いベージュのリップで唇を塗りつぶしたリップメイクが流行ったよね。今見たら違和感あって変な感じだけど、当時はあれが良かったんだよね。当時の甲田久美ちゃんみたいな唇に色を置かないメイクがしたくて、何を勘違いしたか口までファンデ塗ってそのまま外出してた。あの頃の自分にせめてヌーディーカラーの口紅塗ってって言いたい。前は真っ赤とか塗ってたんだけど、ここ3年塗ってなくて
今何塗ればいいのかマジでわからん。私もごくたまにマスク外すから最近は色付きリップにしてた。今年の春はベージュ系のカラーがトレンドだよ。ピンクベージュとかオレンジベージュとか。今春のベージュ系は健康的な可愛さで、前回トレンドのベージュ系とはテイストが違うね。今のベージュリップは血色感があるよね。マスカラの束感が NG かな。今のまつげはナチュラルなイメージ。今の流行り。あら可愛い。今束感まつげ流行ってるよ。ピンセットでつまんでまで束感出してるね。束感のある手間のかかるまつげが戻ってきたよね。昔とはまたちょっと違う感じで可愛いね。とにかく目の周り真っ黒なのは古く感じるかな。今はいわゆる抜け感が良しとされてるし。2000年頃のアイライングリグリ、まつげバサバサの正反対だもんね。こんなに正反対になるなんて流行って不思議だね。 YouTube 見てるとどのヘアメイクアーティストの人も抜け感抜け感言ってるね。素肌感を出すカラーレスなメイクなのね。最近は全体的にカラーレスって感じではなく、チークはヌーディーなツヤ感をプラスして、アイシャドウとリップは淡いカラーってイメージ。大人がカラーレス風メイクにするなら、クリームチークを頬に広く薄く伸ばして血色感を与えた上からツヤ感のある淡い色のチークを重ねて塗るのがいいです。手間をかけて仕込みをしないと単に具合悪そうで肌ツヤのないくすんだ顔色になってしまう。下まつげがほとんどないのでアイラインで囲わないと目が大きく見えない。今は目を大きくするメイクではないと思うから、アイラインで囲わなくてもそのままでいいんじゃないかな。雰囲気を柔らかくすれば OK。 真っ黒アイラインをネイビーにすると一気に垢抜けるよ。高校の頃だけど奥二重だからアイラインが見えないって思ってめちゃくちゃ太くアイライン引いてた。下向いたらアイラインだらけだったと思う。伝わるかな。アイラインだらけ、めちゃくちゃ伝わったし表現に笑った。私なんて目を開いた時のことしか考えてなくて、アイホール全部にアイライン塗りたくって高校行ってたよ。マッキーでアイライン引いてたバカは私だけでしょ。いや、それ高校の時一瞬流行った気がする。ローファーやカバンのハゲなんかもとりあえずマッキーでなんとかなるっしょとか言って。グレーのアイシャドウってどう？好きだから使うけど、メイクの流行や新しい古いの感覚がわからない。ビセの新発売のブレンドして使うアイシャドウ、グレー買っちゃった。薄付きでマットな質感だけどダメ。薄付きでパール系ならパーソナルカラー的に似合う人ならありかも。新発売なら今後の流行りなんじゃないの。マットはありだと思う。ファンデーションの色が合ってないのって NG メイクにありがちだよね。学生の時下地とファンデが白すぎて首と顔の色が全然違った。当時パルガントンのお粉が流行ってて透けすぎて顔真っ白になってた。今の子はパルガントン知らないみたい。懐かしい。何がいいのかわからないけど、とりあえず流行ってたから使ってました。私はクッションファンデを初めて使った時に量の加減がわからず、仕上がりが人造人間18号みたいになってしまった。これ私もあるわ。家の中では綺麗にファンデがついたと思っていたんだけど、職場に行ったら光の加減も相まってどうしたってめっちゃ笑われた。シェーディングも難しいよね。顎とか輪郭のシェーディングやりすぎてコントみたいになってた。チークつけすぎてオカメ事件もあるある。つけすぎた時ってどうすればいいの。眉毛みたいに削れないし。私ならファンデーション塗るかな。コットン裂いてふわふわのところで円を描くようにくるくるすると取れるよ。さつまいも色のアイシャドウで失敗した。外で見たら目の周りが赤く腫れてるみたいになってた。さつまいも色って何？皮？中？皮だね。赤紫っぽい方。今流行ってるよね。可愛いし使ってみたいけど、事故るのが目に見えてるから手が出せない。イエベさんじゃないとダメなのかな。私イエベだけど微妙だった。目の形や色の入れ方もあると思うから、ブルベもやってみたらいいんじゃないかな。最近よく見るアイシャドウを眉毛にも塗るっていうのをやってみたんだけど、太陽の下で見たら眉毛がキラキラに輝いてて笑った。私もウキウキで仕上げておしゃれ上級者の気分でいたら、単に眉毛が紫な人になってた。明るい色の眉マスカラ塗ったら
家の中では普通に見えたのに外では白い眉毛にしか見えなかった。部屋の暗い場所でメイクするとめちゃくちゃケバくなるよね。自然光の下でメイクするのが一番いい。全部めっちゃ参考になった。メイク道具も一新したくなったよ。今までのやり方を見直すと毎日のメイクがもっと楽しくなるかもしれません。あなたの思う NG メイクがあればぜひ教えてください。私もコメントを参考にさせていただきます。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。